今日はやっぱ良か天気ですな。あの実はですね、今日これから納品なんですよ。まあ、ありがたいことに前の職場熊本ダイハツの上司の方がですね、お仏壇を紹介いただいてですね、これから納品という形になっております。いやもう本当天気がいいからですね、最高の納品日和でございます。やっぱお仕事があるのが一番でございますなみたいなですね。はい、ところでですね、あのちなみに、奥様の方から今日はちゃんとしっかり納めてこないかんばいということでですね、きつく申し渡されましてですね、はい、まあ、これは首相案件でございますですな。はい、わかりました。頑張ってまいりやすです。はい、よし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 。今日は、最近ほら見えないですよね、ちっちゃってですね、これやってこのくらいないでからね、文字盤が。はいはい、13日ですな、今日はですな。はい、いつもの約束、4月の13日あ、木曜だかこうでした、今日金曜だ金の金曜日7時までよ。はい、いつものお約束、明日やった夜7時まで営業も入れるとか言いますね。はい、いつものお約束、今日も元気に営業中。へい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 、わかりました。ではですね、一発ですね、納品に行ってまいります。しかしやっぱですね、経理部長から鉄砲で撃たれ越しとかだけですな。しかし怖かな、警察も官も端緒の中で撃たれとな。もう端緒の中で防弾チョッキは着とかねえかんですな。はい、じゃどうもすんずりいたしました。